どうもメルトンです。今回はキャッスルで嘘セットアップをやっていきたいと思います。おい、なんで嘘セットアップってってなってると思うんですけど、いや、シージ村に住んでる人は分かると思うんだけど、最近ね、シージ村の SNS では嘘セットアップボット、レインボーシックス嘘セットアップボットっていうのが話題になってる。で、そのなんだっけ、ツイッターで今話題になってるその嘘セットアップなんだけど、まああれってなんつーの、もうありえないところに罠置いたり、ありえんところに盾置いたりしてる、もうなんか普通に実践で使ったら炎上しそうな、もう本当に嘘、もう 100% 嘘のセットアップを載せてる画像なの。なんだけど、なんか 1% ぐらい、ん？これ強くね？え？これもしかして使えるのではってね、ちょっと思うようなね、ところがね、たまにあるやつなんだよ、そのアカウント。あのツイッターであるんですけど、嘘セットアップボット。で、それを見た俺は悔しくなったんですけど、いや、俺も実は嘘セットアップ持ってる。ちょっと謎に対抗心出てきて、いや、俺も嘘セットアップ持ってる。これどういうことかっていうと、今俺キャッスルで迷路何気なく作ってるんですけど、これ実はね、緑通路、これあるでしょ、ここの足元を開けまくってキャッスル貼ると、これタワーからの入り口、これ実は一方的に見れるんですよ。これいくよ、これ嘘セットアップ、ほらこっから裏はキャッスルで迷路してんじゃん、ほらここ見れるんですよ。で、そんな裏から来たら終わりじゃんってなるけど、いや、俺がもう致死量のわけわからん迷路作っただろ、あれで遅延行為とキャッスルの迷路作ってるから絶対物音なんだよ。で、あのグリーン通路って意外と硬いんだよね。で、なんでこういう時に限ってラッシュなの？いや、まあ一つね、デメリットとしてラッシュしがち、敵が、あ、やばい、おい、ちょっと待って、これ全員地下？え、なんで？ちょっと待って、え、こんな奇跡あんの？全員地下突？まあ、そんな日もありますと、俺ね、実は攻撃側でも嘘セットアップ持ってんの。いや、ポキノが強いってなってる。これ、やっぱちょっとオタクくん特有のいけないとこ 出まくってるんですけどね。いや、ポキノが知識もあって、嘘セットアップできる。いや、俺ね、対抗心、俺見せてきますよ。これね、攻撃側の嘘セットアップ、これ何かっていうとね、ラムです。ラム。まあ、これ何かって言ったら、自動床破壊、床壁破壊ドローン。まあ、なんか一部のね、界隈では自動メルトン機って言われてるね、自動迷惑ドローンとかね、いろいろなあだ名つけられてるんですけど、あの、とんでもないあだ名つけられてる、あの、騒音ドローンとかね、大変なこと言われてるんですけど、これを使ってみんな床とか壊すでしょ。床壊したりして、その鉄骨から敵を除いて殺す、やらない、じゃあ、あえて楽する。あ、床と壁散々壊しといて、あえて楽する、これなんですよ。しかもこれ嘘セットアップなんだけど、これあんじゃん、ここの壁、ちょっと待って、一旦索敵させて、敵がいないこと確認させて、これ開けんじゃん、ここ、これ一通りぐらいの穴開くんだよ。で、放置します。え、これ何、嘘なんだ、へえ、でも嘘なんだよね、そうだよね。いや、でもあるのか、あるのか感じさせるから俺は。いや、これね、まず1個目、これね、まず手順1、手順2、これ近づいてバリケンのところに投げて、ここで、この穴使いません。え、ベルトン大丈夫、お前炎上しないか今日みたいな、みんなヒヤヒヤしてると思うんですけど、いや、これ待って、で、この3つ目はちょっと適当に、なんつうの、バレないように、本当の俺の狙いをバレないようにしてる。で、これちょっと開けといて、で、みんなちょっと武器庫に集まってきたね。これ奇跡的に武器庫に集まってくれたり、うわ、でもノーマット来ちゃいそうだな、オフィス。まあ、来ててもいいんだけど、これ後から使う。まあ、国境って大体ウエスト側から行くでしょ。俺が開けた東側の壁ってあんま使われないんだよ。なんかランクって、野良って、みんなもやってれば分かると思うんだけど。で、時間が経った後に忘れた頃に穴使うの。これ嘘セットアップ。これマジ。これ結構穴開いてんのよ。ほら、え、ちょっと真実になっちゃ違う、やべえ。おい、やべえ、なんかおい使えちゃ意味ないって、おい絶妙に使えないようにしなきゃいけないの、やっぱ使えちゃうんだよね、おい、なんか若干真実になっちゃうんだよね、これでも強いんだよ、
でラムってみんななんかラークで使わないの？でもラークで使うと超強いの。あ、いるこれ。出た。これマークスマンで、これ隙間で見てるやつ敵ことないだ。あれこれ結構当たったんじゃね？あ、負傷してる。え、ちゃんと使えた。これマジで強いからやって。俺真剣に強い。いや、みんな怒ってると思う。おい、てめえ、嘘絶対っぽいな。使えちゃいけねえんだよ。お前あんま調子取んなよ。失礼だろ、おめえ。多分ファンの方がいると思います。怒ってると思います。そうですね。嘘セットアップ確かに使えちゃいけないんだよね。いや俺思いついてる。いや俺ビラ思いついてる。これね、過去に失敗したことがあって、嘘セットアップ俺ナチュラルにやったことあるんですけど、やってやる嘘セットアップ。これ地味に使えないやつあるんですよ。ちょっとお見せしましょう。俺、負けないよ。俺まだ持ってますからね。ていうかね、お前村の身内乗りすぎて嘘セットアップわかんねえよってなってると思うんですけど、いやこれね、嘘セットアップってどういうことかって言ったら、使えちゃいけない、絶対に使えない、もう本当に使えない技なんだけど 1% 可能性持たせてる。まあ例で挙げると、火花のペレットって壁開けるキャラクターいいんだろ。あれでわざわざ人型のあの穴作って、ギリギリ、え、これ誰も通れなくねみたいな、本当に使えない穴作る。本当にどうしようもねえ穴作る、ユニークな穴作ってるだけみたいなね、ことすんだよね。これね、本編これまず壁越しにラムを投げることによって、隣の部屋と2部屋両方見ることができるっていう、ちょっと裏技やるわ。ここからフロアに向けて投げるポジションがあるんですよ。まあここですね。これギリギリ、これ左寄りに投げると2部屋これ見れ、これ見れる、見れ、これギリ見れない。あ、ちょっと見えちゃった。おじさんこれね、なんか壊れないのこれ。そうだから、これショットガンで開けなきゃいけない。嘘セットアップ、ギリ見れないって感じ。そうこれね、結構左寄せないといけないんですよ。見れない、そう見れそうで見れない、一部屋だけ嘘セットアップ。そう使える、使えないなみたいな。そう、俺持ってる。じゃ、これは失敗から生まれた嘘セットアップだから、うん、持ってます。過去にやったことがある。だからね、ショットガンの船、なんつうの、修正する必要があるんだよね。いや、僕もこのゲームを長年やってるので、それぐらい嘘セットアップぐらい作れるかと。でも、あんなユニークなの作れねえんだよ。はい、まずこれ多分左にいるから、右を2個目。あ、これなんで右を2個目で遅らせて投げたかっていうと、ピークするところに先投げて、ピークしないところに後に投げる。え、なんか言ってることわかる？これフラッシュかかんないんで。でもね、キャッスルはね、みんなに嘘セットアップって言われるんだよね。でもこのキャラね、どういうなんかセットアップしても嘘って言われるんだよね。じゃあお見せしましょう。ビラの嘘セットアップ。俺のこの手順を見てくれ。開通と感知アラームとアーマーパネルを貼るだけで、これ嘘セットアップができる。でもキャッスルダメだな。もう失敗しまくってる。もうダメだなこれ。もう完全に嘘セットアップみたいになる。まあでもね、これやり方があるんだよ。これここにキャッスル貼るやん。爆速でエントリーされて困るところはもう行き止まりにして足元開けん。これでこれするとどうなるかって、絶対にショットガンか足のブリーチングなんとかで撃たなきゃいけなくなる。でここはなんていうの、いきなり地下から上がられて殺されないようにする。なんか外と繋がってんのよ今キャッスル張った側で。これは右側開通する。地下のこっから来ることってあんまないのね。だからここ開通して、これは、外と繋がってる窓からすぐ入ってピークされないようにキャッスル張ります。これなんですよ。意外と考えてんのこれ。これね、意外と強いの。そうこれめっちゃ強いんだから。であともう1枚余ったの、ここをロテ通った時にここ危ないから、ここにアーマーパネル。これね、何がしたいかって、例えばここにカンチャラも置くやん。何がしたいか、じゃあこれ答え言うんだけど、下から貼られたテルミットとか火花とかエースを壊す、これセットアップラン。あ、なんか使えちゃう。いや、え、強いのか強いのか。そう、これギリね、車線通らないというか殺されないの。この地下って、この階段って逃げ道になる。でここに感知アラームつければ大体警戒できる。で下から地下から来ることってあんまないんで、そこの地下って、天文の地下って。だからこのセットアップなの。でここら足元ほら見れる。まあやばかったら逃げる。敵が俺の方を殺しに来るんだったら逃げる。いやこれマジ強くない？いやこれ普通に考えてるくない？
頭良くないこのセットアップで、これ強いんだよ。でここの補強が何だろう、下から壊すんだよ。来た、あ違う銃か、あ貼られた、ほらでこれサプつけてるキモくない、キモくない、これこれで、え何で壊れたのってなってる。ああやべ、あまあでもこれ一通りだけ OK、 これえどっから壊してんのってできる。はっちょっと人数不利になってるこれ。味方オペレーターは最後の一人だ。ちゃんと嘘セットアップになってきました味方が死ぬということでですね、以上ですかね。あやべ後ろいる、あすいません死ぬ前に挨拶してくれ。じゃあメルドンでした、皆さんありがとうございました、バイバイ。これ嘘セット、あっ